今日もお疲れ様でした。アルゴスです。布団干した時のいい匂いって、あれ実は蟻の死骸や糞の匂いだったって知ってましたか？怖すぎです。今日のテーマは挨拶って本当に大切。最近私が感じていることなのですが、お食事処やお買い物のお店のお会計など、人と人が簡単な会話というか、もうやりとりですが、その際にお客様側の発する言葉に何とも覇気がないというか、イエスなのかノーなのかさえ判別できそうにないような受け答えで、店員さんも普通にやりにくそうというか困ってることがよくあります。普段仕事してる時やプライベートでもそんな感じなのかなと思ってしまいますが、だとしたら大変なことですよね。でも普段しっかりとした受け答えができている人たちは、こういうシチュエーションこそきちんとさせると思いますけどね。挨拶っておはようございます、お疲れ様でした、これだけではもちろんなくて、普段からの人と人との会話すべてに対してハキハキとしたキャッチボールをきちんとこなすことだと思います。これ社会人として大人として生活していく上で基本中の基本のはずですけど、結構できてない人多くないですか？そしてその比率が徐々に増えてきてるような、これは自粛生活の思わぬ悪影響なのでしょうか？そうだとすればすぐにでも直さないとですね。それにやっぱり挨拶がちゃんとできている人ってとても爽やかで好印象ですよね。第一印象もとっても大切ですが、そこから先の部分もちゃんとしていることが欠かせませんね。それではまたお会いしましょう。